おはようございます。立憲民主党、市民クラブの尾辻かな子です。今回特別国会初めて、厚労委員会での、質問の、機会となります。初当選からですね、約1ヶ月、衆議院議員に、当選をさせていただいた、一人としてしっかりその責任を果たしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい。それでは早速ですけれども、まずは保育の問題、待機児童対策と、幼稚園保育園無償化についてお聞きをしたいと思います。先ほどからも質問にある通りですね、安倍総理2020年までに、3歳から5歳まで、全ての子どもたちの、幼稚園保育園の費用の無償化、そして子育て安心プランの前倒しで、2020年度までに32万人分の受け皿整備を進めるということをおっしゃっております。私たち立憲民主党はですね、幼児教育の無償化については、社会全体で子どもの育ちを応援するという観点からは、賛成であるということは、先の代表質問でも述べさせていただいております。しかしですね、無償化の前提というところでありますけれども、やはりまずは希望したすべての人が入園をできる、これをまあ私全入制とちょっと呼ばせていただきたいと思いますけれども、この全入制でなければ、入園できた人とできなかった人との差が著しく不公平なものになってしまうと考えております。2017年4月1日現在の待機児童数は、2万6081人と前年比で2528人増えております。待機児童数は3年連続で増加、隠れ待機児童数も含めると、約 9.5 万人という計算もあると聞いております。特に先ほど大臣おっしゃったように1歳から2歳待機児童非常に多い状態になっております。まずは、無償化の前にですね、希望する方が、まあ、全員入所できる、入園できる、この全入化を目指す待機児童対策が優先されるべきだと思いますけれども、大臣のご所見を伺いたいと思います。加藤厚生労働大臣。まさにご指摘のとおりですね、待機児童の解消に関しては我々政権スタートした時からですね、これ大きな課題だと認識をし、それ以前に比べて3倍程度のスピードでですね、受け皿整備を図ってきたところでありますけれども、しかし残念ながらその最初の5年間では待機児童の解消ということには至らなかった。それを含めて、子育て安心プランというのを今年の6月に策定をいたしまして、そしてさらにそれを前倒しで実行していこうということで取り組んでいるところでありまして、いずれにしても今子どもさんを抱えながら働きたいという希望を持っている方々のその希望を実現していくためにもですね、待機児童の解消には当然全力で取り組んでいかなければならないというふうに思っております。またそれと並行してですね、やはり3歳から5歳の子どもさんの無償化について、総理の所信表明、また私からも申し上げたところでありまして、これはこれとしてですね、それは少子化対策であり、また先ほど申し上げたその時期の教育の大変な重要性に鑑みて、それは並行して進めていく必要があるんだろうとこういうふうに考えておりますが、いずれにしても今与党の方でご議論いただいておりますので、その結果を受けて政府の中で、さらに検討を進めさせていただきたいとこう思っております。尾辻かな子君。はい。32万人分のですね、前倒しのことについてもう少し細かく聞きたいと思うんですけれども、先ほどマスヤ委員もなんかいろんなことがあって順番がぐちゃぐちゃになっているとおっしゃいました。私の中もだいぶ混乱しております。まず前倒しなんですけれども、これは今年度も、前倒しをやるということなんでしょうか。それは補正予算、財源等はどうなるのか教えてください。加藤厚生労働大臣。今年度の前倒しですか。どこ指摘されてるかちょっとごめんなさい。すいません。2020年度までの指名を受けてから。すいません。尾辻かな子君。失礼いたしました。2020年度までに、5年間の分を3年にということで前倒しですけど、これは来年度から始まる3年間で待機児童32万人を整備するということでいいのか、それともその前倒しというのは今回今年度補正予算を組んでやるのかという部分、スタートの時期でございます。加藤厚生労働大臣。基本的には来年度からでございまして、その5カ年後の中でですね、当初6月にごめんなさい、6月にご指摘したプラン、
では最終的には32というのは5年間かけてでありましたけど、その5年間を前倒しして当初3年間の中で、達成していこうと、こういうことであります。宇辻かな子君。はい、ありがとうございます。そうするとですね、来年度の予算なんですけれども、今まあ概算要求出ておりますが、ここにすでに入っているのか、そしてさらに前倒しですから、ここはですね、財源どうなるのかと、自然増を、まあ、5000億円までに抑えるという話がありますけれども、ここの中に、この増加分入ってくるのかどうか教えてください。加藤厚生労働大臣。基本的にですね、当初の6月のプランでも最初の2年間でですね、待機児童の解消をするということで、かなりこの全体の32に対して前、まあ、前倒しと誤解がありますが、前の方に重点を置いて、やっておりましたので、それに加えてさらにもう1年間分、要するに、32年度ですね、32年度にもう少し加算を整理していくということで、前倒しを図っていくことでありますから、したがって今要求をしております30年度予算の中にはですね、前倒しを前提とした、前倒しを前提としてもですね、対応しうる予算の要求をさせていただいております。なお、財源については、まさにこれから、予算編成の中でしっかり議論していかなきゃいけないんだろうと思います。小辻かな子君。はい、ですね、今、1300億の削減が、シリング5000億でかかっている中で、この保育園予算が増大するがゆえに、他のサービスが切られることのないようにというのを非常に懸念しているところであります。これ消費税の増税前になりますから、特に財源非常に疑問に思っているところでありますということを言っておきたいと思います。次に無償化の対象についてお伺いしたいと思うんですけれども、先ほどの代表質問の方では、認可外の方を対象外とする方針は決定しないということになっております。この対象については今どうなっていますでしょうか。加藤厚生労働大臣。総理の所信表明演説でも、2020年度までに3歳から5歳まですべての子どもたちの幼稚園や保育園の費用を無償化をする、0歳から2歳児も所得の低い世代では無償化をするという方針を示させていただいて、その上で今与党の方で鋭意議論をいただいているということでございます。で、その中において、先ほど総理のご答弁がありましたけれども、認可外を外すということ、ちょっと正確にちょっと言い方あれですけれども、そういったことも言われておるわけでありますから、その辺を踏まえて今議論をいただいているというふうに思います。以上。小辻かな子君。はい、今ですね、認可で入れずに認可外でやっておられる方もたくさんいらっしゃいますので、不公平感のないように、お願いしたいと思います。次に、無償化した際の自治体負担について聞きたいと思うんですが、22日に横浜市の林市長が、これ市としては最大50億円、市の費用負担増になると記者会見で、発表されています。これですね、特に、建設の方はですね、国や、都道府県でやりますけれども、一般財源比率の高い保育所運営経費ですね、これは非常に市町村の、経常経費比率を高めるような結果にもなるのではないかと危惧をしております。このあたりを教えてください。あと厚生労働大臣。その辺も含めてですね、国の分だけ用意して、地方はなんか自分でやりなさいということには、これ当然ならないわけでありまして、全体として進めなければ、保育園の整備は進まないんでですね、その辺もしっかり念頭に置きながら、議論、検討させていただきたいと思います。小辻かな子君。はい。それでは次、保育の質の向上ですけれども、子ども子育て支援制度がスタートした際に、質の向上策ということで、公共財源 0.3 兆円を確保して実施予定だったものが、まだ実施されていないものがあります。3歳児はできてますけれども、1歳児の職員配置基準ですね、これ6対1から5対1にするといったことや、4、5歳児の職員配置基準ですね、これ30対1から25対1ということは未だ実施をされておりません。この保育の質の確保のためにも、この達成は、いつ頃になるのか見通しをお聞かせいただければと思います。加藤厚生労働大臣。当初、子育てに関して充実として1兆円、そしてそのうち 0.7 兆円を消費税の引き上げ分であたり、
残念ながら 0.3 兆円について財源の見通しがないまま今日まで来ているところでございます。まあ、その中で一部やっているものもあるわけでありますけれども、それらについても我々引き続き必要な財源を確保して取り組めるように努力をしていきたいというふうに思っておりますが、ただ今申し上げたこの質を上げなきゃいけない当然でありますけれども、まあ、並行して先ほどご議論いただいているように待機児童の解消ということもございます。まあ、その辺もよく見ながらですね、しかし最終的には質の解消も図っていけるように努力をしていきたいと思っております。尾辻加奈子君。はい、これはですね、質の改善非常に大事だと思っております。特に、これはまあ達成するというもともと予定にあったものですからしっかりやっていただきたいと思います。私たちも質の改善もそして保育士さんたちの待遇改善ですね、これがなくしては保育の充実はないと考えておりますので、これは通常国会でも引き続きお聞きをしたいと思っております。でこれとちょっと関連して、ちょっと質問通告からちょっとずれていくんですけれども、世田谷区の保坂区長がですね、今回の無償化の議論に際して実は国民健康保険料これ、来年から広域化するんですけれども、これがですね多子世帯つまり子どもさんがたくさんいる世帯はこれ人数に比例するっていうんですね。だから1人3万円であれば、5人だったら15万円とかですね、完全に人数ごとの比例でつまり子どもが多ければ多いほど国民健康保険料の負担が大きくなる、まあこういうふうにですね今、まあ、無償化の議論もしているのであれば、ぜひ、まあ、国民健康保険料でも、まあ、子どもが多い世帯に対する、まあ、負担軽減策が必要ではないかという提案があります。これはちょっと質問通告しておりません。もし受け止めだけでもいただければと思いますがいかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。国民健康保険は各市区町村ごとにその保険料の算定が違うんで、確か資産割とか世帯割とそして確か個人割だったですかね、あったって当然個人そこに世帯が多ければその分だけ人数が高いというのは今の状況なんだろうというふうに思います。まあ、もちろんいずれにしても少子化対策ということにおいてどういったことをやるのかということを常に考えていかなきゃいけないんだろうというふうに思っておりますから、まあ、そういったご指摘もですねそれ以外にもいろいろございます。まあ、そういったことも念頭に置きながらですね我々も検討はしていかなければいけないなというふうに思います。尾辻加奈子君。はい、ぜひ検討していただければと思います。それでは次、テーマ変えまして介護保険についてお伺いしたいと思います。もう皆様もご承知のとおり来年4月はですね医療介護障害、これの、トリプル改定報酬トリプル改定ですけれども、ニュースや、分科会、審議会等で聞こえてくるのはマイナス改定の話が多く聞こえてきます。介護保険についても今回また、マイナス改定になるのではないかというような話も聞こえてくるんですけれども、前回ですね、報酬改定でマイナス改定になっております。介護事業経営実態調査結果を見てみると、前回の報酬改定前の26年度と比較をすると、例えば老人福祉施設ですね、これ老健、特養ですね、特養のところですけれども、収支差率、いわゆる利益率は、平成26年度 8.7% あったものが、29年度は 1.6% ということで、7.1% 落ちております。在宅サービスを見ても、訪問介護も 2.6 ポイント減って 4.8%、通所介護デイサービスに至っては 6.5 ポイント減の 4.9%、軒並み下がっております。全国老人福祉施設協議会は、23日特養における赤字施設の割合が実に3割を超えまして3施設に1施設が、赤字になっているということをおっしゃっております。ですから、この経営実態調査結果では、どれぐらいが赤字かというのはなかなか見えないわけなんですけれども、この状態でいわゆる効率化とかメリハリをつけるという名の、介護給付期限が本当に総理が、今回所信でおっしゃった、全ての人が安心できる社会保障の実現につながるのか、非常に疑問に思っております。
例えばですね、訪問介護事業所を見てみるとですね、大臣もご承知のとおり、訪問介護事業所非常に人数が少ない零細なところが多いです。で、今回もですね、まあ、4.8% 利益があるということなんですが、厚労省さんの訪問介護の1施設あたりの収支を見るとですね、実は平均で1ヶ月、10万8000円が利益だと言っているわけですね。で、法人税引くと9万3000円という利益なわけです。これは、まあ、パートを1人雇ったらもうこの給与で利益が吹っ飛んでしまうような、こういう状況で、特に介護分野は、人件費率が非常に高いですから、まあ、いわゆる中小企業の利益率と比べてですね、介護保険を一緒のようなことで見るというのは、これ乱暴な議論じゃないかなというふうに思います。今回介護の審議会の方では、通所介護もそうですけど、前回小規模の方の報酬を下げました。大規模化に誘導しました。で、今回出てくるのは、大規模な通所介護を報酬下げようとかですね、こうやって、まあ、3年ごとに、まあ、はしごを外す、次はこっちだと誘導しておきながら、次はそれ利益上がったらはしごを外すというのはあまりに過酷だと思います。この、まあ、利益率、収支差率ですね、まあ、これをだけを見て、まあ、報酬改定を議論するのは、これちょっと非常に乱暴だなと思うとともに、もしここを、まあ、しっかりやるのであれば、まあ、この中小企業よりも利益低いところをじゃあ上げるという議論も一緒にしていただきたいと思います。すいません、ちょっと時間がないので、介護保険は一括して質問させていただきたいと思います。先ほどの収支比率のことについて質問と、で、次なんですが、訪問介護の新しい生活援助に対して、来年4月度からサービス、新しいサービスのための研修制度を始めるということがですね、今回、分科会の方で介護給付費分科会でされております。確かにですね、介護の担い手不足の中でいろんな方に参加していただくことは大事なことですけれども、それでもってまた報酬のこれが下がったりとかですね、そういうようなことになってしまっては、これは何のためにやっているのかわからないということになります。で、ちょっと申し上げたいのは、私も介護現場におりましたから、養子縁サービスが市町村事業になって遅いところは今年の4月だったんですね。これも複雑で分かりにくい。なのにまた新しい生活援助に新しい研修制度を設けるというのはあまりに複雑すぎるということで、これまで行ってきた生活援助と一緒であれば、これ絶対介護給付費は下げてはいけないと思いますが、この辺はどうなっているのか。あと分科会の意見としてはですね、生活援助と身体介護の切り分けはできないということもおっしゃっております。ですので、この辺について、新しい研修制度についての、大臣のご所見もお伺いしたいと思います。合わせてですね、介護保険のことですけれども、分科会の中で訪問介護100回以上使ってらっしゃる方がいるということで、かなり議論になったというふうに私も議事録で見させていただきました。この頻回利用についても、私自身はですね、お一人お一人介護のサービスを受けられる方というのは事情が違います。家族がいらっしゃる方、お一人でお住まれている方、それによって必要な訪問介護の数も違いますし、100回が多いということですが、1日3回朝昼晩服薬管理と食事に入ったらもう90回ですから、これでちょっと体調が悪くなったらあっという間に100回になりますし、体調が悪くなって入院したらサービスはゼロになったりとかですね、こういうこともありますので、頻回のことについてチェック機能を今回設けていくということについては、私は慎重であるべきではないかというふうに思っております。訪問介護を私は充実をしていただきたいと思っておりまして、というのも、総理も介護離職ゼロというふうにおっしゃっておられます。介護離職をゼロにしようと思えば、ご本人が働いている間、誰かが、介護必要な人を見なければいけないわけですよね。
そういう見なければいけない介護サービスを今回介護報酬を下げたり、そして訪問介護事業所がさらに経営悪化するようなことをしては、これ本末転倒になるのではないかというふうに考えます。これらのことについて大臣のご所見をお伺いしたいと思います。加藤厚生労働大臣。すみません、ちょっと多岐にわたられたんで、ちょっと漏れだったらご指摘いただきたいと思うんですけれども、まず収支比率ご指摘のようにですね、平成26年度の実態調査における平均の収支差率に比べて、今回の調査で約 4.5% 低下をしているという実態でございます。この背景には、介護報酬のマイナス改定、また人材を確保するための人件費の増加、こういったものがあるんだろうというふうに思っておりまして、いずれにしてもこれから介護報酬改定については、今回の調査結果のみならずですね、賃金、物価の動向、あるいはやはり介護報酬を上げるということは、結果的に利用者の負担が増える、あるいは介護保険料が増えるということもつながっていくわけでありまして、そういったことも含めて、あるいはそれぞれのサービスの一つ一つも見ながらですね、必要な方に必要なサービスが提供されるようですね、しっかり議論をさせていただきたいというふうに思っております。それから研修制度の話については、今そうしたことも含めて、介護給付費分科会においてご議論をいただいているところでございます。それから身体介護と生活援助、これ今でも分けられているところでありますけれども、やはり しっかりとその身体介護として必要なもの、そして生活援助というもの、それぞれ位置づけてですね、対応していくことが必要なんだろうというふうに思っておりました。中にはよりその介護をされ受ける側のより自立につながっていくようなですね、ことについて、これは身体介護においてさまざまなことを考えていく必要もあるんだろうというふうに思っております。それから訪問回数の多い、特に生活援助の訪問回数の多い利用者については、利用者の状態あるいはサービスの利用実態等、自治体が調査をしたところでありまして、その中身を見させていただきながらですね、適正な利用が行われるようですね、やっぱり対応していくことが必要なんだろうというふうに思っておりまして、そのいたずらに多いからダメということではなくてですね、本当に必要なものは当然必要に利用されるべきでありますし、いろいろ見てもやはり必要を超えているようなことがあるならば、やっぱ適正な使用が行われるように対応していくことが必要なんだろうというふうに思います。小辻君。いたずらに多いのはダメですけど、必要な人には必要なサービスということでおっしゃっていただきました。中身を見ることが大事というのもおっしゃっていただきました。今回分科会で出た100回を超える方というのはお一人暮らしの方で認知症の方です。ですので、毎朝、3回ですね、週3回、食事をする、そして服薬管理をしなければいけない、で体調を崩したのでもう少しやったということで、介護事業者にとってはこれ赤字、遠いところにあるので赤字ということもあります。しっかり中身を置いていただきますようにお願いを申し上げたいと思います。次にですね、介護ですけれども、技能実習生についてお聞きをしたいと思います。今年のもう11月からですね、技能実習生、介護分野に参入ということになりました。今までと違って対人サービスになる介護事業は、仕事をするにあたってやはりコミュニケーション能力非常に大事になってきます。技能実習生が2ヶ月の研修期間を過ぎれば現場に出てくるわけですけれども、その前に懸念することについて確認をさせていただきたいと思います。まずは求める日本語能力レベルについてお聞きをしたいと思います。EPA のこの受け入れ施設のアンケートからは、就労開始時に必要な日本語能力レベルは N3 レベルであるというふうに9割の施設が答えたと調査結果が出ている。つまり N3 レベルがないと介護の仕事はなかなか難しいです。 N3 というのは日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるという程度。今ですね、EPA の方でいくと、ベトナムの方は N3 で来日をされております。で最初ですね、これ日本語なくて N5 で来られる方もいたんですけど、インドネシア、フィリピンの方も今は、来日時 N3 で来日される方が9割ということになりました。
では介護実習生はどうなのかということですけれども、これ入国時これ N4 程度というのに基準がなっております。 N4 は N3 の下のレベルで基本的な日本語を理解することができる程度 で実はこの試験マークシートなんですね。だから介護に必要な口頭のコミュニケーションとか介護記録を書けるかどうかというのは全く、測ることができません。一つはですからこの能力が一つ下で来られるということと、1年経った時にこれ、N3 にならなければ、これ以上研修続けることができない、1年でお帰りいただくということになります。で、このですね、日本語のじゃあ研修1年でできるのか、働きながらできるのかということなんですが、先ほど確か副大臣もおっしゃったと思いますが、 EPA については政府がお金をかけてですね、やっておりますが、この介護実習生の日本語研修というのは完全に民間任せなんです。確かに教材はお作りになるということなんですけれども、こうなると、もう日本の介護現場ですね、日本語能力があまり確保されてない方が来てしまって、ご本人さんも困りますし、もちろん受け入れ側も大変ですし、最後は利用者さんにしわ寄せが来るんじゃないか、こういうことを懸念するわけですけれども、この日本語能力のことについて、大臣のご所見をお聞かせください。加藤大臣。今度の、技能実習で介護が追加になったところでありまして、チームで介護していくためにもそのコミュニケーションというのは大事なことでありますので、日本語というのは大事な部分なんだろうというふうに思います。今お話がありましたように、入国時は日本語能力試験 N4 程度、2年目以降は日本語能力試験 N3 程度を要件として、日本語能力を技能実習生に求めるということにしている。それはその通りでございます。その上で、それをどう支援していくのかということにおいて、管理団体が実施する入国後講習で活用できる介護の日本語の共通テキストを開発したり、あるいは実習開始後の継続的な日本語学習を支援するためのウェブコンテンツ、こういったものを開発し、それを提供することによってですね、技能実習生の方々が日本語の能力を向上を図っていただける、こういう環境を作っていきたいと、こういうふうに考えております。おつじ君。やはりですね、今ご説明いただいた日本語能力の研修では非常に、おぼつかないと思うんですね。ウェブとかテキストだけでは無理で、これしっかりとやはり国が関わる必要があるのではないか、国が責任を持って日本語研修を行うべきではないかということを、申し上げておきたいと思います。次にこの人員基準についてもお伺いしたいと思います。EPA はですね、ご承知の通り母国で看護師資格を持っていらっしゃるなど、かなり技能の高い有資格者が来ておりました。それでも日本の介護に馴染むのは時間がかかったわけですね。で、この EPA の基準と同じくして就労の半年後に人員配置基準の算定を認めるということですけれども、これ N4 でやってきてですね、2ヶ月研修をして、そしてもう半年後には、人員配置基準の算定になるというのは、これでは非常に技能が身についているのか、日本語能力が身についているのか、疑問があります。せめて、N3 を取得した後にすべきだと思いますけれども、このですね、人員基準の、算定について、大臣のご所見を、お聞かせください。加藤大臣。今委員お話ありましたように、技能実習生に関しては就労を開始してから6ヶ月経過後で、配置基準に算定すると、こういうことになっております。でこれはまず技能実習といえどもですね、これ雇用契約を結んで、働いているわけであります。また就労から開始、6ヶ月経過すれば介護の技能や日本語もある程度は向上している、そういったことを踏まえて、そうした算定を設定をしていると、こういうことであります。おつい君。今、基準をご説明いただいたと思いますけれども、もう間もなくですね、この方々現場に入ってこられるわけです。で、これ現場に入ってこられたときに、さまざま私申し上げたような懸念があるかと思います。もしこういう懸念があった場合ですね、この基準を、見直すような検討はしていただけるかどうか、お答えをいただければと思います。加藤大臣。
まあ、いずれにしてもこれからでありますから、この点も含めてですね、具体にこの今回の技能実習制度が介護の現場でおいてどう展開されていくのか、全般をですね、私ども広く見ていくことは当然だというふうに思います。お辻かな子君。すいません、見ていくということですが、ぜひご検討いただきたいということで、最後要望を申し上げまして、私質問時間、発言時間終了ということで参りました。ありがとうございました。